はい、こんにちは、どうも、エルライトです。はい、本日の企画なんですけど、本日はスラカット、この時代に使えるのかどうかです。昔は結構、そうですね、3年4年ぐらい前はスラカット時代と言われてるぐらい、スライダーとカットが本当に打ちにくい時代だったんですけど、今はね、回転とかが結構見極めれるようになったんで、あまり使ってる人はいないかと思うんですけど、それもね、なんか配球を工夫すればどうにかできるんじゃないかと思って、あえてこの今の環境に、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速試合の方をどうぞ。さあ、まずはどちらのチームが攻撃なんでね、というところ注目ですよね。打っていきましょう。則本はね、案外僕ね、好きな方なんですよ。なので、めっちゃ打つかもしれないです。すいません、インサイド落ちました、めちゃくちゃ打てます、バッターは今入っている福留、ボールが今日も見えてるね。則本、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは則本、いやーもう見えてるわ。そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをライオンズ打線がどう攻略していくか。いやーもう完璧だね。いやーこんなに打てる日はなかなかないよ。初球ボール、やばい。あー見えてる、ボール先行です。すっごい見えてる。いやーもう最高に見えてるね。則本はもうやっぱり打てるわ。ということで、ライオンズが守備につきます。さあ菅野さん行きます。スライダーカットは果たして通用するのかなんですけども、やっぱり最初はねカットボールから入りましょう。最初は変化球持ってきました。ここをちょっとボール球にしたいな。OK、 振ってくれるね。いいね、振ってくれてる、振ってくれてる。バレンティンで、ここでスライド、いや、ここもう一球カットボールだ。そろそろ来るように振ってくれそう。初球ボール、もう一球いきましょう。ここストライクでもいいかもしれない。あー振ってくれるね。あれ振ってくれてるよ。ここでスライダーいきます。ここ多分見逃します。4球でツーアウトにしています。いやーマジか。あ、でもまあ打ち取れましたね。オッケーです。2回表に入ります。ちょっとね、1回表はちょっとバッターボックスは4番中村、いつも通り三者凡退してしまったんで、この回は打ちます。すいません、打ちます。ヒットでランナーを1塁に打っています。私打てるんですよ本当に。あーやばいね、この打席めちゃくちゃ打てそう。打てる雰囲気がプンプンしてる。なるほど、そうですか。次ねフォーク打ちますよ。落ちる球を持ってきました。で、僕だったらここでストレート、いやースプリット、そうバッターボックス丸ということで、ワンアウトになっています。読み打ちは当たらないんで、まずはインコース反応で打ちます。厳しいボールですね。まあうまくさばかないと詰まってしまいますね。そうですね。さあ何を狙っていくか、見えてるね、見えてるね。インコースに攻めてきました。まあインコースのボールに差し込まれないように気をつけたいです。うちのボール打った。オッケーオッケーオッケー。さあそして打席には小笠原が入ります。ここは高打順ですから、ここはねフォークで、そうだね。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあこの試合お互い譲らない展開ですから、相手の配球を感じ取るしないといけませんね。なるほど、そうですね。これが3球目。あ、やっちゃった。バッターボックスには代打の松井、ツーアウトになっています。いきます、打ちます。さすがにやはりランナーがいると無失点に抑えられるのはちょっと違う。あ、やはりそうですか。打つ、よいしょ、持っていった。 OK、 天才。最終回でなんとか得点を挙げています。ミッサー、どんどん鮮やかな先制点でしたね。オッケー、いい、ファインプレーに阻まれてしまいました。いや残念でしたね。誰センター、
サブローじゃねえかよ、この野郎。いい守備されたわ。さあ、ここでライオンズ1点守りきれるのかどうか。タイガース最後の攻撃になります。いきます。鈴木が打席に入ります。で、初回に散々カットボール投げてるんで、カットボールやると思って来ると思ったんですけど、ちょっと打たれました。やばいですから。でちょっとね、アウトコースもうちょっと見せていきましょう。これちょっとボールにしてほしいけど入っちゃうかな。あー、オッケーオッケー。変化球できました。こういう感じね。んで、ギリギリカットボール。あー、やばい。これはダメ。レフトへ打球伸びる。今のは甘すぎ。バッターは6番サブロー。で、ツーアウトになっています。このね、この回の須賀3球でツーアウトまで来ました。そうですね。理想的なピッチングだと投球時。オッケー。これで3アウト。試合終了。最後は。ということで試合が終わりましたけど、どうだったでしょうか。まあね、配球が甘いところもありましたけども、まあ、菅野さんぐらいのスライダーの変化量とかがあれば、まあ、あとはね、ストレートとか、今回は投げませんでしたけど、ストレートとか落ちる球とかを駆使していけば、もうちょっと、いい投球ができるのかもしれないので、よかったら皆さんも、使ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。